今年最後の大会市原カップ前日の Vlog になります。今日も豊洲のミーファというフットサルコートで練習をします。市原カップ決勝トーナメントを進めたので、1回戦目の南葛 SC 戦に向けてしっかりコンディション調整してという形です。勝つためにいい準備します。ミーファまでの道のりはすごく気持ちがいいです。高層ビル、そして海、東京ならではのロケーションを感じながら向かいます。近くでやっていたミルクフェスのチラシをもらいました。スルーしようと思いましたが、僕も最近チラシを配る機会があり、チラシをもらってくれるだけですごく嬉しかったんですね。他人にされて嬉しかったことは積極的にやりましょう。1時間程度の練習でした。練習後実際にミルクフェスに行ってみることにしました。47都道府県のヨーグルトと牛乳がありましたが、僕はクラムチャウダーを飲みました。北海道産です。その後中尾で鶏丼を食べました。安くてタンパク質取れる中尾、最高です。その後東京ドームシティに行って筋トレをしました。試合前なので軽めに終わりました。この日東京ドームでは何かのライブをやってたみたいです。その後次の予定までドトールで時間を潰しました。完食した後ですがスイートポテトうまかった。中学生それ UFC の、今日公式戦があるってことでキーパーコーチとして帯同してサポートしていければと思います。頑張ります。週2回それ UFC の GK コーチをしてるんですが、今日は初めて公式戦に帯同します。結果は1対2で敗戦しました。帰ってきてストレッチタイムです。キーパーコーチとしては週2回の GK トレーニングだけを行ってきましたが、公式戦に帯同することで選手の新たな課題や成長が見られました。練習でできないことが試合でできるわけがないという言葉があるように、普段の練習からより試合を意識した、そして試合の緊張感を意識したものにしなければいけないと感じました。自分の選手としてのトレーニングにもつながることだと思います。そんなことを改めて気づかせてくれた選手たちに感謝したいと思います。それではおやすみ。試合当日、皆さんおはようございます。試合当日を迎えました。天気は間違いなく快晴です。今日は市原にあるスポレクパークという天然芝のグラウンドで試合をします。そのために強迫モレリアネオのスタッドを新品のものに変更しています。僕はキーパーというポジションから滑ることは許されないので、天然芝のグラウンドでは取り替え式を履くようにしています。個人的なこのミックスが一番使いやすいです。散歩を兼ねて近くの薬局に買い出しをしに行きます。市原カップ1回戦南葛 SC 戦の試合です。チーム状況としては練習回数コンディション含めていいとは言いませんけど、今シーズンしっかりやってきたからこそ後悔しないように絶対勝ちたいですね。ということで帰ってきたので朝飯を作ります。隣にいるのは兄貴ですね。色白で細身という僕とは真逆の体格です。公式戦の朝は魚、卵、納豆を食べることが多いですね。今日は東京から千葉までの約1時間ちょっとの移動になります。今日もチーム GK の巨匠、ジュンさんが運転してくれました。試合1時間前のエネルギー、羊羹とバナナです。市原スポレクパーク到着、試合頑張ります。入りやぞ、入り。Thank you.
入り、奪った後しっかりパワー使ってね。オッケー、行こう。ちょっと行こう。はい。今シーズン最後の大会は0対3という結果で終了してしまいました。今シーズンたくさんの応援ありがとうございました。帰りはファンの方にいただいたスタバを飲みながら帰りました。東京に帰ってきました。毎週末当たり前のようにあった試合がなくなるのは少し変な感じです。この日は家に帰ってもすぐに寝ました。次の日のオフかなり寝てしまいました。今シーズンの公式戦が全て終了したからか一日虚脱感があり飯だけを食う一日でした。動画はこの辺で終わりたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。まあ僕自身ね、今年ね関東出てきて1年目っていうことで、まあ試合に出れなかった経験もそうですし、で実際に試合に出て、まあ関東リーグっていうところを肌で感じてっていうところも成長させてもらったなっていう実感ありますし、まあそのがむしゃらに、まあ1年間やってきた中で、まあなかなか結果は出てこなかったっていうところなんで、まあ来年2年目本当に勝負になってくると思うんで、まあチームの目標、JFL 昇格っていうところを本当に貢献できるようにオフシーズンからコツコツ準備して来季に向けた、まあ、トレーニングっていうところをやっていければなというふうに思います。まあ、ちょっとまたこっからのこのチャンネルとしてもねどうやっていくかっていうところはいろいろ練りたいと思いますんで引き続き応援よろしくお願いします。